まさか優先庁の中で地下街がつながっているとはな。正門町と北門をつなぐ地下街ってなかったはずよね。僕も来たことないな。リー王子さん、こんな通路あったっけ？俺も覚えはないが、優先庁の構造は元から変化し続けてるからな。だから深く考えても無駄だろう。それより早く白隠のじいさんを探そうぜ。中にあるメイドの人形、なんか不気味だと思わねえか？そう、少し大きいけど可愛いじゃない。今にも動き出しそうじゃねえか。あ、今こっち見た。あはあ、脅かすなよ、ユボ。ちょっといいかしら。店長って確か優先庁のエネルギー活動は全て監視できてるのよね。言うんじゃない。私も気にはなっていたよ。マイケルオーナーの生命反応を検出できるが、白隠の位置は確認ができない。あの謎の少年とDDもね。あいつらが普通じゃないのは確かだけど、今の時点では何とも言えないね。今は進むしかないよ。どこもかしこも敵だらけ。邪魔だ。と、と、は、とれ。と、は、は、と、せや。へや。は、よ、は、邪魔だ。
へいや。悪い子だらけね。ドン！とりゃ！ドン！邪魔だ！ハッセア！ハッ！ドン！しまった！増援だ！ハッ！おっと！ハッ！さあ、とりゃ！よっ！ドン！やるな！おっと！セア！よっと！通り、龍脈エネルギー輸送装置は近いですよ。ベティ、ああ、店長サボってるのか。人聞きの悪いことはよしてくれ。私はメグと通信中なんだよ。
欠片があるみたいだ。探してみな。はっ、ドン、はっ、さらっ、へやっ。やはりエネルギーが噴出している。この状況での戦いは不利。まずは有力観測群にいれば今度も長引かないので安心してください。やっ、レティって優秀ね。もうあの機能必要ないんじゃない。狙い撃ちは少なくてよかったぞ。また不毛な口喧嘩が始まるところだった。やっ、はっ、そりゃ、へやっ、さらぎだ、何やっと、やっ、へやっ、どっ、そりゃ、よっ、よっ、受けてみろ、はっ、さらっ、なんで、どっ、よっ、へやっ、はっ、
それお宝の匂いがするよ。くまなく調べるんだ。へやっはっ。さあドン。俺たちが探してる少年の可能性が高い。通信で言ってた揺れの位置を調べてみたら航路の方だよ。とにかく行ってみな。観覧の部隊を先回りしたい。時間がない、行くぞ。よっ。Yep.
これは店長が前にいてた古いロボット？エルシアの奴らが再利用だ。何や、どっとも不愉快だ。結局はノロマの旧式だ。ザガラ王者、近くに来る前に倒してやりな。言われなくてもやってるわよ。このガラクタを全部打ち抜いてやるわよ。え、コロコロコロ、セラッセラッセラッドッ、よっ、セラッセラッドッ、ジャラッコロコロコロ、セラッドッ、よっ、セラッハッ、そこだ、磨くぞ。完成ゲート、今回も解除できた。航路の周りにあの子が見当たらないわね。探してみましょう。周囲に流脈石のかけらの反応あり、回収だ。
何かを探知したぞ。周囲を探してみたらどうだ。無事みたいだね。ユモン待って、正体不明な相手には警戒を怠らないようにね。近くに欠片があるみたいだ、探してみな。僕、ここで待ってます。できればメアに会わせてくれませんか。でも…ユモ、危ない。今のうちに早く離れて。行かせない。男の子を追いかけ回すのもほどほどにね。ここは危険だから、お姉さんたちも早く離れて。なんだ、災いか。しまった。先にこいつを片付けよう。これってパワー前に遭遇した大型の災いだよね。この子の変な改造が施されてるのね。モーションが言ってたエリスワの仕業なの。あいつの情報を信じるんだよ。このまあそうだけど、エスペリオンスの仕事に雑談は目の前のこいつをやっつけてからだ。前のやつよりも手ごわそうだぜ。ドン、ドン、ハッ、ヘヤッ、ドン、ハッ、ヘヤッ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 、ハッ。